岡で一人暮らししている時のモーニングルーティーンをお伝えしていこうと思います。今回は朝起きてから出かけるまでを撮りました。朝は同じ体勢で寝ていたということもあって緊張がより強まってこんな感じで足がバタ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 動きまくります。落ち着くまで結構ずっと伸びたり体ゴロゴロさせたりしてます。腹筋の形成もガチガチなので1回で起きることはできずにこんな感じで少しずつ少しずつ前に体重をやっていかないと起き上がれません。あとは足の裏、膝の裏伸ばしたりしています。やけどを負ってからは毎朝保湿クリームを膝下足の甲に塗ってます。基本的に朝起きたらもうベッドの上で着替えます。着替えは全部前日に準備しておいて車椅子の上にセットしておくことで何回も乗ったり降りたりしなくていいので楽です。毎朝必ず朝ごはんを食べます。基本的には一気に3日か4日分ご飯を炊いてあとは冷凍保存しておきます。なので電子レンジでまずはチンをします。お味噌汁の準備をしておきますが、まあ一人なので作ることはせずこの80個分のオルニチンのしじみ汁がおすすめです。あとは岩のり、地元鶴岡市の岩のりです。これをまあ適量お茶碗にこのままパラパラっと入れて、であとは味噌汁とあと刻んでおいたみょうがを入れていきます。この今膝に乗せているお盆がニトリのお盆になるんですがめちゃくちゃおすすめです。昔も丸いお盆を紹介したことがあったんですけどそれ以降この
長方形も出てて、この上の方ですね、普通皿とかを乗せるとツルツル滑ると思うんですが、少しくらい傾けても滑らないっていう特徴があるお盆になるので、車椅子ユーザーの私にとってはより便利なお盆です。毎朝納豆とネギなんですけど、納豆のこのネバネバのフィルムってこうやってお味噌汁とか水分つけて挟んであげるとスコンって切れるの知ってましたか？なんかいろんな取り方が紹介されてますけど、私はこのお味噌汁に箸をちょっと濡らして切る方法がおすすめです。はい、こんな感じが本当に毎日毎日同じ朝ごはんで、納豆ご飯と味噌汁を黙々と毎朝ニュースを見ながら食べてます。朝食後はお薬タイムですね。お薬は毎朝1回しか飲まないです。形成を抑える薬と、あとしびれが強いのでしびれを抑える薬と、あと泌尿器のお薬と、あとはサプリメント取ってるので、これだけの量を毎朝1回飲んでます。洗面台は少し遠いので、基本的にはこんな感じで伸ばして片手洗いです。朝は洗顔フォームを使って洗顔するということはありません。もうお水でバシャバシャ洗っちゃいます。もうなんかそういうところの美容は特に気にしてないっていう感じですね。で、なんかただピチャピチャっと化粧水つけて終わります。こんな感じで毎朝1時間くらいですかね、起きてから1時間後くらいに出発しています。そこから家から40分かけてこんな感じでスマートドライブを使って、センターにリハビリに行ってます。